皆さん、こんにちは、こんにちは。行きます、絶対行きます、これ。絶対行きます。やらせてください、俺。これちょっとやらせてください。俺、絶対行きます。おー、行けー、セイバー！行けー、セイバー！シャー！うらー！あー、グレードマーサーカー、トーマス、すごい！キャー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 ！ちなみに動画が終わってから、昼休憩を挟んで、一発目でクリアしました。気持ちいい！神ゲー！やってやったぜ、クソガヤ。モンスターハンターレムなんとか。クソガヤ。さあ、これどうなる？どうなるこれ？どうなる？おとなしくなってくれたか。そのようだ。とはいえ、一時的な消耗に過ぎまいよ。己が霊地にある以上、そう時を置かずに力を取り戻すぞ。立ち去る他にないか。野獣馬も寄ってくる頃合いだ。待て、何か落ちているぞ。なんだ？由緒ある品のようだ。いずれ太夫にでも聞いてみるか。あ、これひょっとしてあれか。達成！気持ちいい！いや、死闘を見、いや、死闘はね、見せたんで、前回。はい。結局あの後っていうかね、昼休憩を挟んで、頑張ったらできました。はい。特にあの後その育成とかしてないです。そのまんまですがなんとかなった。うわー、気持ちいい。マジで気持ちいい。最高だ。最高の気持ちだ。いやー、勝ち戦闘をさ動画にできないのはさちょっとさすがにあるけど、いや、俺もまさか一発目でクリアできると思ってなかったんですよね。いやー、やったぜ。これはさすがにセーブだ。あ、しまった。あ、待って、これさ、これさ、分岐あったかもしれないからさ、あ、しまった、分岐あったかもしれないな、これ。セーブしちゃった、これ20個ぐらいあったよね、これ。あ、しまった、これ、セーブデータ分けるんだった、これ。しまったな。待って、これ、残ってないかな、これ。あ、残ってるな。一回こっちでもさ、一応セーブしとっていいですか、下の方で。今セーブしたよね、今セーブしたから。今セーブしたんで、この何もやってない状況のやつで、とりあえずセーブだけしといて、やつに触りに行くのが正解なのか、触らないのが正解なのか、いや、まあ、正解、不正解ないと思うんですけど、また、太陽に嫌われるかどうかぐらいだと思うんですけど、多分。まあ、とりあえずね、とりあえず、まあ、あるんで、何かがあるんで、はい。とりあえず、このデータのセーブだけしといて、熱っ。いやー、体が熱い。やったぜ、クソがよ。これ多分ね、育成する前ぐらいのセーブデータなんで、これ微妙にこういうのが違ったりするんですけど、まあ、それはいいじゃないですか。とりあえず、別データとしてセーブデータ作っといて、はい。よし、来た！ハグレのバーサーカー征伐。いやー、マジで。マジで、モンスターハンター、アーマードカーレムナントだよ、これ、本当に。違うな。アーマードカーは最近まで死に切れてなかったらしいから、モンスターハンター、ダークソウルレムナント。うん、そんな感じ。もう、むずい。いや、絶対剣豪難易度にしたのが失敗だと思う。めっちゃむずい、これ。どうなってんだ、バーサーカー、ほんと。ん？あ、そっか。いや、もうこのまま、このまま行っていいっすか。待てより戦いになってはまずい。今のところは、やめておこう。
待てよりはぐれのバーサーカーが陣取っておるだろう。戦いになってはまずい。今のところはやめておこう。これさ、なんか若干違くない？最初というか1回目と1回じゃない、配送した時と微妙に違うな。多分配送した時なんか 3つぐらいセリフあったと思うんだけど。はぁ、あ、ゆい小説女性だよな、さすがに。まあこいつが今回の桜枠かな。で太夫が今回の凛枠かな。わかんないけど。でバーサーカー。では同心の元へ行くぞ。より。ふわっ。何これ。え？やば。何これ？え、これバーサーカー倒したからかな？これさすがにバーサーカー倒したからでしょ、これ。やば！自動で回避するようになる。あ、やっぱ加算されるんだ、これ。これ、獲物、落とすものを増加。増加してるね、これね。いや、来た、これ。これ気持ちよすぎだろ、これ。強すぎるし。素材じゃ、何だったんだろう、貴重品かな。はあ、いやー気持ちよすぎだろう。まあ戦闘は発生してるが、まあいいじゃないですか。これさすがにさ、ちょっと道具消費もしすぎたから、おむすびたくあんも結構消耗したな。飯はあそこか。ちょっとおむすびを補充しとかないとまずい。いらっしゃ。いやー、いつだこういうの。また来ておくれよ。まあでもこれさすがに回復。あとなんかなんだ。どこ行くんだしょう。見ろより。赤くて大きい。より、あれはなんだ。あれは雷門の大提灯。今さら？提灯はわかるか。うん、知らんな。知らんのかい。そこからか。あ、やっぱりな。この匂いは。お前どこ行くね。急げより。売り。食べたいのか。うん。いつ私がそのようなことを。いや、目でわかる。心よく地蔵せんとする。その心がけやよし。やかましい。さて、こたびは何が出てくるか。しゃあねえな。かわいい。食べ終えたらすぐに行くからな。
ごゆっくり。買ってるからまたのお越しを。早く行けようと思ってる視聴者の方もいらっしゃると思いますが、今回はね、この匂いはまだかお前。急げより。腹が減ったな。わかったよ。時にかような屋台にカヤトは行くのか。ああ、稼ぎがあった時に。稼ぎがあった時。お前さあ、お兄ちゃんとしてそれはダメだろ。固くなに一番安いものしか頼もうとしないが。いや、できた妹だよ。不甲斐ねえ。不甲斐ない話だ。いや、本当それな。必ず好きなものを食させてやれよ。いや、セーバーいいこと言う。いや、本当その通り。本当その通りだよ。いいこと言う。あ、ところでめっちゃお金減ってる気がするんですが、大丈夫ですかねこれ。あ、全然減ってない。あ、なあ、何か食べるか。また一度くれ。オッケー。じゃあとりあえずですね、これさ、まあ明らかですわ、分かりやすいけどさ、なんかあったね。今なかったっけ。なかった、ごめん。なかったわ。何もなかった。あった、これだ、これこれ。あ、これ浅草にもあるんだこれ。いや、古き社がないんだよな。はい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 、これどっかにいそうだな、こんだけいたら。まあまあまあ、とりあえず優勝数って聞いてからにしようかな。ここでいいね、ここで。よし、おい、スキノシン、話せ。知ってることすべて話せ。イオリさん、悪いが今用心棒の依頼は来ちゃいないぜ。今日は別だ。お前、優位小説を知っているか。なあ、巷で話題の軍学者様だろ。お、さすが知っている。ヤッコさんの塾は門を叩く浪人で大にぎわいだとか。いや、スキノシン最初から聞いとけばよかったね。さすがに耳が早い。その塾、江戸のどこにある。悪いな、そこまでは知らんな。あ、ちょい待てよ。お、確か水道橋の武家屋敷に門下生が一人いる。お、やるね。ついこの間仕官したばかりだとかなんとか。いいね、そいつなら知ってるんじゃねえか。さすが。それはいいことを聞いた。恩に切る、スケノシン。あらす。いや、さすがスケノシンだね。初めから同心に聞けばよかったな。まったく。ま、いろいろ見られたからよしとしておくか。そうだな、日も暮れる。今日は長屋に戻ろう。あ、伊織さん、ちょいと待ちな。いや、今日はなんかバーサーカーに。用心棒の依頼は来ちゃいないと言ったが、いくつか紹介できそうな仕事はあってね。お、スキノシンの伊織の ゆかりのある人物が、影を受けられます。達成した影を報告する金波動頭の名を報酬を確認します。水の語りです。片付けない。え、これむしろこっちは片付けないんだけど。お見事。ふう。じゃあまたな。いや、めっちゃありがたいんだけどこれ。あんたの腕頼りにしてるぜ。あー、血の方ね。水の方で500って言ったら、マジで適量撃破。共鳴ですぎ適量撃破。氷炉場で適量撃破。やっぱ別なんだ。被験で適量撃破。ああ、そこそこ。空中攻撃。なるほどね。サーバーの取れ適量撃破。セーバーの通撃適量撃破。つばぜり合いに勝利。応答発動。貝の外角破壊、被験でとどめを刺し、戦闘に勝利、戦闘開始が20秒以内に達成、
A、セーバーと協力して難路を越える。達成は下に行くと。じゃあまたな。まあやってりゃ勝手に増えていく系ですね。全部いいんじゃないでしょうか。あとはもう今日長屋に帰るだけなんで、じゃあもう暇なんで、ね、ああ今日はよく働いたな。よく働いたら腹が減ったな。やかましいこいつ。いや、いおりもはんだわ、そら。やかましいですねって感じ。は？早々に片付けるぞ。揺るがぬ地のごとく。お前、サーバントのような一撃ができえよ。こっちだ。待っていろ。抜けてみろ。押し切る。水の型で見えた。完璧じゃないか。死闘の末、はぐれのばあさんが一時的に沈めて、より急いで後ろから離れてたので、より一振りなのに最初しろ。あ、ちゃんとこれも見つけてくれる。ありがてえ。まあ、あの辺は多分そのうち発生って1個目でもう分かっちゃったよ。ああ、いっか、もう長屋戻る、これ、さすがに。別にこれ以上戦闘する意味なくない？なくはないです。ていうかさ、めっちゃ強いの拾ったのにこんだけ苦戦するってやばいな。強くなれたか。この程度、朝飯前というあれだ。いや、朝飯ないなんだよ、それは。やべ、血の方で敵を消したい。頼む、セイバー。来い。すぐに行く。言われずとも分かっている。揺るがぬ地のごとく。受けてみろ。避けるなよ。やべ。この程度、朝飯前というあれ。
だ。ふう、全然逆方向。ていうかさ、浅草結構いるけどさ、なんかあ、全然違う、全然違う、バカ。浅草結構いるんですけど、青色の落とし物って見たことないんだよな。あった、そんなの。でもあるんだろうけどさ。バゼリアン確実だ。よし、この勝利貴殿あってこそだ。あと3人足りないよ、いないよ、帰るよ。もうお金どんくらい？やっぱお金足り、お金足りねえ。相手倒してもお金が手に入んねえ。いやこれさ、いっぱい出たけどさ、絶対これより強いやつなくねと思ったら結構強いのあったわ。あ、これってこれ系統の強化型なんだ。いや強っ。いやなんか出てるし、出てるし、割といいの匹敵するの出てるし。なんだよ、バーサーカー倒したからめっちゃ強いのが手に入ったかと思ったら、そういうわけでもないじゃんこれ。くっそー、そこはもう比類なきもん手に入っとけよ。お、魔術工房っぽいことしてる。なあより、戦国から何をそんなに考え込んで。セイバー、貴殿、御徒町での一件をどう見る。そのことか。連中が突如京を発したわけもない。せやな。おそらく何らかの種によって思考を犯されていたのだろう。呪術か。となると術師がいることになるな。せやな。さてな。おう、ユイはどうだ。本拠を探る私たちの動きに感づいたというのはありえるぞ。どうだろうか、それは。まあ、どうでもいいことだ。ないとは言い切れんが。誰の企てであろうと、さしたる問題ではない。せやろか。敵は切る。私がそうする。うん、強い。確かに、小説の仕業という筋はありうる。だが、このやり口はどうにも。せやな、俺もそこに違和感は感じるよ。お？なんだ？敵襲か。噂をすればなんとやらだな。出るぞ。待って、体力回復してない、体力回復してない。もののけか。大方花に群がるミツバチがごとく、工房の魔力に魅せられたのだろうよ。お前それ工房の作るリスクじゃねえかよ。しかし怪異ごときに蹴られようとは、いやー、まっこと嘆かわしいの。それもこれもより、
お前の修復が甘いからであって。そんな説教なら後にしてくれ、じいさん。セイバー、やれるか。誰に向かって言っている。まったくだ。さあやるぞ。血の方が残り3つなんで、血の方で頑張りたいと思います。手間取るなよ。決める。味わうといい。熟した。力を借りる。任せろ。私に続く。より。せや。決める。なんか全然当たんねえ。オッケー、ナイス。あ、以前の怪異とはまるで違う。いや、水の型でいく。これはどうだ。合図をくれ、より。セイバー、任せろ。お前は、はぐれのバーサーカーに勝った俺たちにそんなことが通用するわけねえ。ドライ出番だ。すぐに行く。ナイス。もののけの類、残らず払えたか。うん、もう気配はない。しかしこの先が思いやられるな。まったくです。何がだ。おや、君は気づかなかったか。連中は終始君を狙っていたんだ。妖物魔物は実に正直だ。君の弱さは見抜かれやすい。この先もなんやかやと狙われるぞ。何を言うかと思えば、確かに俺の剣はセイバーに劣るだろうとも。だが奴らは弱者を優先してはいないぞ。現に他の家には傷一つない。あ、なるほど。おや、そこに気づいていたか。その通り、敵が牙を向いたのは私と君、うん、確かに。江戸の民には目もくれない。確かに。実に自然ならざる行いだった。となると、連中を率いて操る者がいるか。うん、マスターやサーバントをおのずと狙う性質を持つ式神のごとき者とも考えられるの。ああ。そうだとすると、これから先この長屋は幾度となく襲われるじゃろうな。おい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 、大丈夫か。さっきの襲撃を考えても、わしらの本拠地は割れておる。加えて怪異が寄ってくる。せやな。攻防を万全に整えよ。さっきのような半端なやり方はもはや許されぬ。そういうことやな。手を抜いたつもりもないんだが。お前一人であればそうだろう。なればこそ大地を伝う霊脈を利用せよ。ああ、そういうことね。高尾が言っていたな。この辺りも霊地だと。いかにも。浅草は大きな霊地の一つ。うまくやれば莫大な魔力を得られよう。へえ、いいじゃん。それで攻防を強化するか。道理ではある。道理やな。だがどうやって。俺には火遁の術式がせいぜいだ。
本番からわしの教えを受けんからこいつは。はあ、何任せておけ。いや、じじいな。何もんなよ、お前、ほんま。一人や一人教えてやる。ふっ、さすが。犯人前をギリギリ一人前にしてくれるわ。ふっ、さすが。手取り、じいさん。足取り。やがましい。手も足もないとか、そういう話はいいんだよ。手も足もないようだな。いいんだよ、それのは。そうないんだよ。美女団の通じぬやつよ。まったくだ。まずはリーチから魔力を組み上げられるよう用意を整えねばならん。せやな。それから、ああ、わかったわかった。そのあたりは後で聞くとも。まあ、攻防の強化か。やらねば幽霊は出てこなさそうだな。せやな。心得ているようで何より。ぜひ手を貸してもらおう。働かざる者食うべからずというやつか。あ、それは知ってるんだ。ならば働かざるを得ないな。せやな。働かざる者、なんだそれは。え、何それ。え、それイオリア知らないの。もう当世のことの葉ではなかったか。あ、そうかそうか。あ、そっか。あのサーバントっていろんな情報詰め込まれてるから、そっか。え、働かざる者食うべからずっていつ頃に出てきてる言葉なんだこれ。では、それは知らん。攻防を強化するぞ。あ、はい。攻防では金や素材を装備して特別なスキルを獲得します。戦闘や場所探査で様々な場合の効果を発揮します。いきなり霊脈に接続できるんかーい。え、足りねえんだけど。しかもハテナハテナハテナってなんだよあれ。な、なんもできん。これでよい。え、では早速わしを開いてみよう。それでいいんだ。まあまあまあ、さあ、より霊脈に接続するのじゃ。え、いきなりそれができるんだ。浅くせれワイン流して霊脈に接続する。うおー、これはなんだこれ。じいさん、何が起こった。わしを通じ霊脈とつながったのよ。はあ、これで魔力を汲み取れるようになった。なるほどね。言ったじゃろう、浅草はリーチの一つじゃと。確かに。リーチから組み上げた莫大な魔力、仮にリーチ力とでも呼ぶことにしようかの。はい。ふむ、リーチ力とな。魔力と区別する必要はあるからな。俺としては分かりやすくていい。せやな。ひとたびリーチに働きかければ眠っていた霊脈の流れが見えるようになるぞ。ほう。浅草のみならず周辺の小霊地の所在が分かり掌握できるようになったはずじゃ。小霊地を抑えて霊地力を増やしていけば、先ほどのような怪異謎に苦戦することもない。ほうほうほう。確かに霊脈とつながってから魔力の流れを強く感じる。ほうほうほう。思えばライダーやランサーも妙に濃い魔力を帯びていたような。ほうほうほう。何らかの手で霊地の魔力を得ていたのか。霊脈とのつながり、そして霊地力の確保、避けては通れまいな。まだ説解だったか。さて、ひとつこれで良いのでは。ひとまずな、まあ、あとはおいおいか。こたびの強化はここまでとしておこう。はあ、助かったよ。ありがとう、じいさん。夕げにするにはまだ早い。今のうちにできることをしておくか。ぜひに。当然だが、戦いは終わっていない。しっかり備えておけよ。はい。この機に刀を手入れしておく。
なんだ。なんだ。丹念に手入れしよう。お刀手入れでは、なんたらかんたらかんたらを一つ消費、各一つ消費して、いおりの刀を手入れできます。手入れの出来前に同時で、いおりの経験値が一定回数増加します。小さくなる円が青い部分に重なるときに合わせて栄養しましょう。タイミングよくボタンを押した回数が多いほど、手入れの出来栄えが高まり、やられる経験値が増す回数が増えます。より質が高い特級の素材を持っていると選択して、以下の追加効果を得られます。経験値がさらに増える、収束する速度が遅くなる、円の範囲が広がる。はあ、ああ今はこれで十分だろう。ま、こんなものだろう。ああ失敗した。終わったな。以後も手入れを怠るなよ。ああ失敗した。もうそろそろいいだろう。さあより特有限にするぞ。なんじゃそのはしゃぎようは。時間的にも米とお身をつけよな。痛く気に入ったようだ。そんなことはなくもないぞ。やば、かわいすぎか。わかったわかった。あーで話しかけたら勇気が始まるのか。始めよう。あらな、いや待って、バカみたいに金消費するんだけど。まずこれからっぽいな。これ天下の粉ってなんだろう。やるか。いい調子だ。カリビ。標的の危険な攻撃を中断させられる。きた。じゃあこっちか。まあ初弾は多分関係なかった。霊脈さ、報告可能な江戸家業があると地図に依頼者のアイコンが表示されます。それ報告書、報酬が入手しましょう。はあ、あれ、霊脈に接続できない。有限しよう。さあ有限にするぞ。達成。おお、何終わらない。終わったわ。で今日はどうするんですか。さて、いおり、今日はどうするつもりだ。いやー、こっから動画切りたいけど、どうしよう。ここで動画切る。一旦切ります。で、多分速攻で続けを始めますが、動画自体はここで一旦切ります。切りがいいんで。では、お疲れ様です。